1969年シーズン半ばからチャージャー500デイトナがストックカーレースに登場し、その空力的メリットを最大限に生かして活躍を始めた。すると同じクライスラー系列であるプリマスをレースカーに選択していたチームから、デイトナと同様の空力処理を施したモデルを要求する声が高まっていった。この要求に応えてリリースされたのがスーパーバードである。プリマスにはチャージャーの兄弟車というべきモデルが存在しなかったため、ベースには同じインターミディエイトシャシーのスーパーバードが選択された。おなじみの延長ノーズとリアウィングの存在のため、デイトナと非常によく似たルックスだが、ルーフ形状などディテールは微妙に異なっている。1970年からナスカーが規定するレースカーのホモロゲ取得生産台数が前年までの500台から倍の1000台になったこと、さらには前年デイトナが華々しく活躍したこともあって、スーパーバードの中にはサーキットではなくストリートへと走り出した台数も数多く存在する。スーパーバードが搭載したエンジンは375馬力の440スーパーコマンドが標準で、425馬力オーバーの426ヘミと390馬力の446バレルをオプション設定としていた。エンジンラインナップだけ見ればスーパーバードというよりもその上位機種である GTX に準じていたのである。スーパーバードが生産されたのはデイトナと同じくホモロゲ認定期間の1年のみ。70年代のエアロダイナミクスの息吹を物語る歴史的な一台である。